池田咲のらくらくエクササイズ。さあ、一緒に体を動かしていきましょう。この方にも挑戦してもらいます。はい、私、太田にも体験させてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。秋はついつい美味しいものが多くて、食べ過ぎてしまって、体重が増えるか気になってしまいます。そうですよね。うん、そんな方にぴったりのエクササイズです。はい、今日のテーマは食欲の秋。運動もしっかり行っていきましょう。 簡単な運動ですのでテレビの前の皆さんも一緒にやっていきましょう。まずは三拍子ウォークです。一二三のリズムで膝を上げていきます。一緒にいきましょう。せーの、一二三、一二三。次は足が上がっているときに拍手します。せーの、一二三、一二三。 一二三スピード上げますよ。一二三。一二三いかがでしょうか。ポイントは全身を使うことでエネルギーの消費量が上がります。可能な方は拍手の手を頭の上で行います。一回やっていきましょう。せーの。一二三、もう一度。一二三。それではやっていきましょう。はい。はい こっちの足からいきますよ。はい、せーの、一、二、三で上がります。そうです。一、二、三、お上手です。足が上がるときに拍手。一、二、三、そうです。一、二、三、皆さんどうですか。できてますか。さてスピード上げられますか。一、二、三、はい。一、二、三、はい。一、二、はい、三、はい。はい、オッケーです。 さて、今度は拍手の手を、はいうん、頭の上でやってみますよ。はい、はい。こっちの足からいきますね。はい、はい。せーの、一、二、三。そうです。一 <1, S 1>、二、三。難しい。大変ですよね。<laughs> 大変だったらね、手前でも大丈夫ですよ。一、二、三。早くします。一、二、三。はい。一、二、三。はい。もう一回。2> 1, 2, はい。結構、ね。<laughs> いかがでしたか。いや動きはシンプルなはずなんですが、かなり息が上がってしまって、これはカロリーを消費してる感じがありますね。で腕を伸ばすとしっかりこの腕の重みも感じるので、またさらに効いてる感じがあります。次は日常あれこれ運動です。10秒間日常動作を早く行ってみましょう。まずは顔を洗います。両手を顔の前へ。 そのまま上下に顔を十秒間洗っていきます。せーの。一二三四手はできるだけ早く動かしましょう。六七八九十。はい、結構です。その他にも、歯を磨いたり、頭を洗ったりなど、日常動作はたくさんありますね。 皆さんは日常動作どんなものが思い浮かびますかポイントは頭で考えて楽しく体を動かすことですではやってみましょうはい、はい、大谷さんも何か日常動作思いつきますか、うん、そうだな床を磨くああいいですね <laughs> 床磨く <laughs> はいはいでは早く10秒はいやっていきますテレビの前の皆さんも一緒に行きましょうせーのよいしょ 1> 1 二ピカピカに三あっちも汚れてます四五後ろも六七八九十はい結構です結構疲れますね疲れますね <laughs> 楽しいですね、はい、もう一つぐらい何かありますかそうですねじゃあ料理をするあ料理しましょう、うん、じゃあ一緒にやりましょう、はい、私切る係しますねはい。 じゃあ私、炒めます。いいですか、はい、お願いします。では行きますよ。<laughs> はい、せーの、1、2>, 1> 2、3、反対でも切らないとね、4、5、<laughs> 料理上手ですね、7、8、9、はい、決闘です。<laughs> 大谷さんいかがでしたかいや、これはとにかく楽しいですね。無意識のうちにたくさん筋肉を動かせているので、とってもいい運動だなと思いました。 池田咲さん、ありがとうございました。ありがとうございました。毎日少しずつ続けてみてください。はい、楽しんでやってみます。はい。以上、ラクラクエクササイズでした。ラクラク